屈曲型探求の複製品、モンゴルの粉俗の弓や探求とは、竹の短い M 字に屈曲した弓を指す。日本での弓の分類から作られた言葉で、日本の大球と呼ばれる、和弓に対して竹の短い弓を指す、半球とも呼ばれる。この分類に従えば、世界の大半の弓は探求に相当するが、日本のような短い弓の用語はない。 世界的には探求に相当する名称はないが、長級以外の弓に相当する名称は、探求は即射性に優れ、1分間に換算すると30本の矢を射ることが可能であり、古代イギリスのロング棒の2倍以上の即射性がありながら腕力を必要とせず、または上で扱いやすいことも利点と言える。欠点としては長級に比べ射程及び貫通力が劣ることである。 このため馬の機動力を削ぐ環境や、不射では不利となる、探求の威力を補う方法も考案されていた。古代ペルシア軍は、不評重視のスパルタ軍に対し、探求を使う、騎馬救兵を、主としていたが、2秒に1本の割合で即射し、射程の短さに関しては、時速 40km で走る、馬の機動力で補った。モンゴル軍の探求についても貫通力が低いという、 欠点を補うため、毒矢を用いた。ただし、現行の際は、弓の構造上から、威力は高く、日本の鎧では、十分に防げなかったとする見解もある。アイヌが使う毒矢は、古ャマインの戦いなどでは人を悩ませており、当たった場合には威力を発揮している。上記のように射程は、機動力、威力は、毒で補うことができるため、記者による、機動戦において、 進化を発揮する弓と言える。日本における探求に関する記述として、土佐物語巻第十七、つなぎの城大蛇のことには、朝鮮出兵中、香山城において、利用という半急の使い手が、黒が長政の左腕に当てるが、長政はこれをことともせず、敵中へ入り、そのまま、王治を打ち取ったと記述されており、足止めにもなっていなかった描写がある。また、 日本書紀などでは映像が弓の名手で毒矢を使うという記述はあるが威力については記されていない。ありがとうございます。